マナビズムではオンライン各校舎で春季特別講習を開催しています。3月31日までの申し込みで4万9000円が3万円に。詳細は動画概要欄の URL をクリック。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。宮田です。お願いします。さあ本日はですね、今から選択科目を変更するのはありなしということをテーマに話していきたいと思います。はい、まあこの3月中旬っていう風なところで、まあ、選択科目を変更するのが、まあ、現役生目線で見たら、例えばまあ日本史でなんとなく行こうとしてたけど、なんか日本史嫌いやな、整形とかありなんかなとか、浪人生の子だったら、いや現役の時これでやってたけど、いやでもうまいこといかんかったし変えてもいいんかなとか、いろんなね風に思う人もいると思うので、まあ、そういった人向けの動画となっております。はい、っていう風なところでまず結論言います。結論、今やったら全然変えてもいいと思います。まあ変えない方がいいけどね、変えても全然いいと思います。まだスタートしてないとか、スタートしたタイミングとかだったら全然ね、はい、合理的な、そうですね、結構ありですよね。はい、ありですね。だからこれね、やっぱ新高3高2とか、まあ特に新高3かな、とあと基礎でちょっとやっぱり感覚が違うところがあると思うので、別で分けて話したいんですけど、例えば新高3世から話すと、新高3世ってやっぱりこうなんとなく自分の受験科目を決めてることの方が多いと思うんですよ。だって全く受験意識してない高2の時に、なんか日本史いっぱい取るか世界史いっぱい取るかとか、両方やってるけど、なんか日本史 B 世界史 A やってて、なんかあれもう日本史取れってことみたいな高校もあると思うし、ほとんどがそういう選択科目の選び方してるよね、めっちゃなんとなく選んでると思うんですよ。で僕もめっちゃなんとなく選んでました、で僕は今でも覚えてますけど、高2の夏学び詰めって、まだ僕理系の時ですよ。で理系で感覚の教育、幼稚園の先生になりたかったんで、感覚の教育学部受けるんです、受けたいんですって言ってて、理系受験しますって言って、で得意科目数学、苦手科目多分物理に僕チェック入れてたんですよ。でえなんで理系受験すんの、文系、そうなんですよ、別に文系数学で受けたらいいやん、別に国語も苦手じゃないんやったらって言われて、えそんなんできんのって思ったんですよ。僕はもうそのレベルから受験のこと何も知らなかったん で、まあ、普通そうかもしれないね俺らはどっぷり使ってるから当然のようになるけど、そうなんですよ。だからえそんなんできるんやってなって、数学やって花開いたっていう風な経験があるんで、僕もともと英数物理で受けようとしてて、物理嫌やなと思ってて文系数学に変えた、まあ分転して、まあ根こそぎ買いに行ったんですけど、僕やったらもっと大掛かりな買い方したんですけど、やっぱりその変えたら変えたで、やっぱいろんな苦労が待ってるわけですよ。学校の授業ではない科目やらされたりとか、受験科目じゃない科目を学校のテストで出てくるとか、だから僕やったら数学選択やのに日本史のプリント40枚ぐらい税金の時あったりとか、多いってって思いながら、どうやってやるんとか思いながらね過ごしてたわけなんですけど、そういういろんな弊害は出てきます。ただやっぱり自分が一番モチベーション高くできないと、選択科目ってやっぱり両勝負になるところがあるじゃないですか。それは別に社会っていう暗記科目を取ってもそうやし、それはもちろんとして、やっぱりね文系数学にしても物理にしても科学にしても、やっぱり量をやらないことには公式が覚えられない、解法のパターンが覚えられない、まあそういう基本的なルールが覚えられない、いろんなところがあるんで、結局時間を割かなダメなんですよ。ってなった時にモチベーションを高く維持して勉強時間を大量に割くことを考えた時に、自分が心底嫌な科目やるぐらいやったら変えてください、っていうふうに思ってます。ただそれが心底嫌というよりかは、なんか整形の方が日本世界史より暗記量少ないって聞いて楽そう、じゃあ整形にしよう、こういうスタンスで変更する人は結果出ません。なんでちゃんと自分の心に聞いてみてほしいわけですよ。このまま果たしていっていいのかどうなのか、逃げなのか逃げじゃないのかっていう、いろんなことを加味してやってほしいなと。だから文系の子だったら一番あり得る変化は、日本世界史大嫌いやから整形を試してみる、まあね感覚とかやったら受けられへんけど、整形を試してみるみたいなところをこう一つおすすめというか、まあ思考回路として入れるところはあるかなというふうには思います。はい、もういいですか。はい、そもそも学校でこの科目取ってるんで、この選択科目にしますっていう考えは、3月はこの日程で矢沢と今井が受験相談会を実施します。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。ほぼほぼ間違っていて、もしそれが通用するんだとしたら、英語みんなめっちゃできてるんですよね。中学からやってる英語だから、小学生からやってる子もおるけど、英語ほとんどの子ができないで、学校でやってんのにできないですよね。で選択科目になると、いやこの科目は学校で取ってないんでとか、いや取ってるからこれにするとかっていう風に考えるんですけど、そこでのプラスって
ほとんどの子がないはずです、うん、もちろん学校の先生に恵まれてめちゃめちゃ社会ができてとかめちゃめちゃ物理科学ができてとかっていうのでそれを選んでる、これはね非常にいいと思うんですけど、そうじゃない場合、今もうゼロの状態で始めるっていう場合は学校で何取ってるかよりも自分の志望大学にどの科目が一番受かりやすいかで考えてほしいんですね。でちなみに僕も政治経済での受験だったんですけど、学校で現代社会はおろか政治経済もちろん受けてません、全く。でも政治経済使いました。なぜかというとそれが一番受かりやすいっていうふうに判断したから、自分の志望大学にはね、うん、でそういうことが自分で判断できたらいいんですけど、判断できない場合はですね、ちゃんと、学びずのオンラインでも各校舎でも受験相談を受け付けてますんで、うん、今こういう状態でここの大学に行きたいんだけど何が一番の最善手なのかっていうことを、しっかり聞いてですね受験戦略を立ててもらってほしいなというふうに思います。はい、はい、じゃあ既卒生ちょっとラスト言っておきましょうか。既卒生のね選択科目変更、僕は基本やっぱね反対なんですよ。はい、僕は反対です。僕も反対です。はい、これね結構実は相談受けること多いです。多いよね、現役時代失敗したからですね、はい、うん、でね僕めっちゃほんまに思うのが、選択科目って正しい勉強したらめっちゃ結果出せる科目やと思ってるんです。それは文系理系問わずね、うん、で一番よく言うのが、日本史が足引っ張っていたから浪人生活では日本史ではなくて政経に変えて、暗記量の少ない政経に変えて結果が出るのではないかって、あのね結果が出てないっていう結果だけを見たら確かに変えるという判断は正しいかもしれんけど、いや過程ミスってたんやったらそりゃ結果出んでしょっていう話なんですよ。そうなのよ、で罪はないないそうなんですよ。やのにみんな自分がやってた振り返りなんで結果出なかったんかとか、自分がどんな間違った勉強していたのかっていう自己分析をもうせずに、変えるの変えないのみたいなところ表面的なところしか見えてないから、それで判断なんて僕に相談されても絶対できないし、そもそもなんか立命受けようとしてた、明治受けようとしてたんですけど僕日本史4割やったんで選択科目変えようかなと思ってるんですよ、実は数学とそんな苦手じゃないんで文系数学に変えようかなと思ってるんですよ、ちゃう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 、そもそも正しい勉強を知れば結果が出るんだと。だから正しい勉強できていなかったから結果出ない、じゃあどんな間違った勉強をしてしまっていたのかな、これをまず分析するところからなんですよ。でそれでじゃあ正しい勉強ってこういう風にやるよね、じゃあ年間で計画組んだ時にこうなるよね、さああなた結果出ると思いますか思いませんか、そこまでいったらね大体の子があこれやったら結果出せるやんと思うわけですよ。つまり自分がこれで結果出せるっていう風な勉強、正しい勉強法やったりとか、そのビジョン、うん、全体設計がないから先が見えてないんですよ。の中で変える変えないの判断をするのはほんま危ないわけですよね。っていう風に考えた時に、それやったら少しでも貯蓄のある今まで使ってきた科目をやって正しい勉強をやる方が絶対結果出るに決まってるね。だから変えることは基本的におすすめしません。ただ正しい勉強していたにもかかわらず文系数学やったけど全然できへんかった子に社会に変えようか悩んでるんですって相談になったら、例えば数学の適性テストをやってみたりだとか、どんな風な思考回路を持ってる子なんかっていうのをいろいろヒアリングしてみて1ヶ月間やって、じゃあ1ヶ月様子見してからあなた数学のままでいいよなのか、いやいや社会にしといた方がいいな、日本史に変えとこか、政経に変えとこかっていう風に判断する子も学びずむせいますから、一概に変えるなっていう話じゃない。ちゃんと分析してそれの判断を1ヶ月ぐらい、だから3月とかから学びズムで浪人する子って選択科目悩んでる子、3月の1ヶ月間両方やる子もおるし、片方正しい勉強でやってみて合わへんってなるから変える子もいますよ、うん、それ全然僕も今まで指導してきたし、そういう相談たくさん受けてきました。はい、なんでまあそういう風な観点から立った時にあんまり変えることはおすすめしないので、まずは自己分析をしっかりするところからやってほしいなという風に思います。はい、以上です。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。